やってきましたよ、またあの人気企画やってきましたよ。大人気企画。そう、これですよ。お、うどん福津様になるわけです。ピュッ、どんがっていうです。、はい、冒頭があった時これなんですけども、ビジュアル経験賞っていうね、前にやったわけですよ。あの、ユナイトのゆりさんが、はい、あのミュージックビデオでこのポーズを何回撮ってるかっていうのを撮ったんですけど、はい、まあ実際これがマーブルなんでね。はいはいはい、はい、で、まあ、これだけじゃなくてもう、うん、こういうのとか、うん、そのこういうのとか、うん、まあ、身振り手振りですね。そうそう、ボーカリストの、はいはいはい、これもちろん誰でもやってんじゃねっていう、うん、まあ可能性高いですね。そう、だからやっぱこれなんかビジュアル系よく見るなって感じじゃん。あ、そうだ、今回ですね、僕ツイッターでもつぶやかせていただいたんですけども、はいはいはい、あの最近こちらロイズさんの、はい、ザ・ベストを買ったんですよ、はい、初回限定版で、うん、ミュージックビデオコレクションっていう DVD が入ってます。なるほど。なんでここに20曲あって、はい、これプラス、はい、今日新曲のミュージックビデオが公開されるんですよ。とあともう一個このエリア、これも最近公開されてるの、実際レコーディング版のミュージックビデオが。で、合計22本。おぉ。ロイズのスバルさんが、はい。これを、何回やるんかって話でございます。来ました。エヴァーからある感じなんで、おぉ。これで、あの、1曲ずつ検証していきたいと思います。行きましょうよ。それでやっていきましょう。うわ、すごい。決まった。決まってるね。これがね、BP レコードに所属して1作目。おおお、びっくりした。あー、今絶対来てたやん。やってたやん。今のもちょっと違うよね。裏剣だったもんね。そうね、裏剣。あいやー、いやー、ちょっと来なかったね。ミス今でも6ぐらいあった。そうだね。じゃあ、アルファ、はい、これね、結構ね、俺ありそうなね、記憶ある。本当に、あー待って、今のどうよ。どうなんだ今の。いや、でもこれ来るよね。え、来そう。おー、来た来た。うわー、来たかっけーかっけー。すごい。おー、今の OK いいんじゃない。おー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 、終わりましたね。はい、6回。でかっ、やばっ、やばいね。クロスワールドですね、はい、3曲目。ここに好きっすよ、僕。おい、最高感。かっこいい、ね、おい、おい、いや、いやでも今のは1回じゃない。 OK か、入ってたよ。おい、あー、どう微妙。今のめっちゃ微妙。じゃあ、アクロスバルドは2回です、はい、今のところ好調ですよ、うん、じゃあ、これ前紹介していきます。あ、そうですね。お、でももうね。あ、でもちょっともう予兆。途中地点からだったな。そうね。おーい、来た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 。おーい、いや、オッケーじゃない。オッケー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 。あー、もう一回来た。いや、今のはちょっと違うか。肘から入った。あ、そっか。肘から入ってるわ。意味わかんねえ、マジで。はい、おお、4曲目のノア、はい、3回です。3回。おお、今来た来たね。今スタイリッシュすぎ。めちゃくちゃ一瞬飛んでからのファーよ。これめっちゃ来るよ多分。おお、今のオッケーっしょ。オッケーか。16で早くね、ペースやばいよ。次の先生いきましょう。はい、はあ、うわーい、これぶっちゃけ知ってた。うぃー、やば、オッケー。止め止めって、あんなかっこいいのがある。期待も裏切らないな。止めて、あー、すげー、もうちょっと怖いんですか。あーえ、じゃあ何で今、すごい。3回です。おー、3回か。なんか体感的にはもっとあって気がしたから。いや、かっこよすぎだよ。うん、次はティアドロップですね。あー、来た。いや、カールでかいな。やばい、肌かと思った。わあ。わあ。一回だね。一回か。八曲目ゴイストです。はい。ディストリビューション。もう。惜しい。嘘を消せ。ああ。リンクしたわ。え。
滝越えボイス2回です。2回か。2回。いやでもいいんじゃないですか。そうっすね。マントとかありそうだからめっちゃ理想だけどね。いや何回か来ると思う俺は。あ、もう来そうかも。うぇーいうぇーいうぇーい3連覇3連覇来た。バース掛け子岡田だ。うぇーい、かっけー、うぇーい、かっけー、かっこ、うぇーい、ちょ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 、うぇーい、うぇーい、ダメだダメになっちゃいそう。なんとリリア7回来た。いや3連発でかいね。来い来い来いって感じだもんね。あっち靴下脱ごう。俺も靴下脱ぎたい。おビビビーパーキーパーキーパーキーイエイイエイイエイ。求めをさらば与えられ、スイートワーカー。いつかいつか僕らの大人止まる日が来た。どうしてもジャイマー、普通も嫌うでも全然普通足境の限定って。おっとめっちゃいい。マイクありやん。マイクの方やったよ。ありえんやそんな。つまりさ半端ないって。どうしようこうかな、ちょっと黙れ終わってんな。おおおおおおやべえすげえ。瞳を閉じて漂うの。おおこれだよ待ってた。というわけなんで、はい、まあ、一旦こちら停止しまして DVD の方ね、BB レゴーさんの公式チャンネルの方、ね、よし飛びましてですね、行きましょう行きましょう。ミュージックビデオがあと2つあるんですよ。春の夜の夢はちょっとそのないんでちょっと見れないですけど、はい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 、はい、ちょっとこれゼロっすかね。そうっすね。え、かっけーんすけどね。いやめちゃくちゃいい曲だし、かっけーんだけど。じゃあ最後は、はい、8時間前に出てますよ新曲、5月1日発売ですけども、もう見れると。エグナイト、エグナイト、エグナイトです。見ていきましょうよ、はい、新曲ですよ。おおおおいやあんまり今までないような。そうね、なんか展開が珍しい曲じゃない、うん、これ1回あったと。いやありましたね。ここはい、めちゃめちゃかっこよかった。バックアップでいいですか。はい、ロイズスガネさん、はい、これで開始。はい、22曲、はい、53回、一番多かったのがリリラの7回。これそれ一番かっこよかったなと思うんだけど、やっぱリリラのなんと付きの、うん、これがめっちゃかっこよくて、めちゃめちゃかっこよかったからの3連続、うん、今回はこの曲で締めたいと思います。ロイズさんの名曲ばかりなんで、デスアルバムもめちゃくちゃいいんで、回しもんじゃないですけども、気になった方はちょっとチェックしてみてください。そうですね。というわけで、ジャスゴー。